新型コロナウイルス感染症の世界的流行。アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行。日本における新型コロナウイルス感染症の流行。神奈川県における新型コロナウイルス感染症の流行人通りが減った。横浜中華街神奈川県における2019年。コロナウイルス感染症の流行では、日本における新型コロナウイルス感染症の流行の、うち、 神奈川県内での流行についてもべる。神奈川県内で初めて患者が確認されたのは2020年1月16日で日本国内でも最初の感染事例となった。2月の初めにはアメリカのクルーズ会社が運航するイギリス船籍のクルーズ客船ダイヤモンドプリンセス号から感染者が出たため船は横浜港に停泊し日本政府の管理下で検疫を受けた。 4月7日、日本政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、神奈川県を含む7都府県を対象に、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を発令した。これを受け、県は5月6日まで県民に、外出の自粛を強く要請するとともに、多くの人が利用する施設の使用を一部制限し、また、神奈川モデルと呼ばれる。 独自の医療体制で患者の症状の程度に応じた医療を提供することによって医療崩壊を防ぐことにしている。2021年6月13日現在、県内で64,195名の感染者、924名の死亡者及び61,460名の回復が確認されている。6月6月30日、新たに31人の感染が確認された。 このうち26人は横浜市のホストクラブの従業員である。また5月14日以来1日の感染者が30人を超えた。8月8月6日新たに119人の感染が確認された。このうち52人の感染経路が不明である。1日あたりの感染者は初めて100人を超えた。 8月15日、新たに136人の感染が確認された。このうち55人の感染経路が不明である。11月11月14日、累計感染者数が1万人を超えた。神奈川県では2020年6月6日時点で計23カ所のクラスターが確認されている。福祉施設横浜市のグループホームでは2020年4月10日に クラスターが発生。2020年4月16日には別のグループホームでもクラスターが発生した。横浜市のケアハウスでは2020年4月26日までに5人の感染が確認された。横浜市の特別養護老人ホームでは2020年5月10日までに5人の感染が確認された。病院横浜市港北区の菊名記念病院では 2020年4月21日に医師3人の感染が確認された後、2020年4月27日までに医師9人その他職員5人の感染が確認された。横浜市旭区の聖マリアン内科大学横浜市西部病院では、2020年4月21日に入院中の患者2人の感染が確認された後、2020年6月6日までに、 患者36人、職員43人の計79人の感染が確認された。横浜市鶴見区の幸い、鶴見病院では2020年4月26日までに計6人の感染が確認された。横浜市製薬の横浜厚生病院では2020年4月30日に患者、看護師の計6人の感染が確認された後、2020年5月6日、 までに20人の感染が確認された。横浜市緑区の牧野記念病院では、2020年5月3日までに職員2人の感染が確認された後、2020年5月20日までに職員6人、患者7人の計13人の感染が確認された。横浜市緑区の元気会横浜病院では、2020年5月9日に、 職員一人の感染が確認された後、2020年5月14日までに、計13人の感染が確認された。横浜市泉区の湘南線病院では、2020年5月12日に患者、看護師の計5人の感染が確認された後、2020年5月29日までに、患者10人、職員6人の計16人の感染が確認された。 横浜市緑区の鴨井病院では2020年5月12日に患者2人の感染が確認された後2020年6月11日までに職員6人、患者5人の計11人の感染が確認された。保育園横浜市磯国の保育園では2020年4月24日までに保育士6人の感染が確認された。 病院川崎市川崎区の川崎共同病院では2020年4月16日に肺炎で入院して PCR 検査の結果陰性となった患者が症状が悪化したために2020年4月25日に体へ転院した。転院先で PCR 検査の結果陽性が判明し、その患者と接触があった患者、職員のうち21人の感染が確認された。 川崎市中原区の関東労災病院では2020年6月3日に患者1人、職員1人の感染が確認された後2020年6月12日までに患者、職員の計9人の感染が確認された。福祉施設川崎市のグループホームでは院内感染が発生した川崎共同病院を退院した患者が2020年4月26日に 入所したことから感染が拡大した。病院相模原市中央区の相模原中央病院では2020年2月16日に感染患者が死亡しその担当看護師が感染したことが発覚した。2020年2月27日までに他の入院患者3人と退院済みの患者、その家族の感染が確認された。福祉施設相模原市の福祉事業所では 2020年3月5日までに職員と利用者、その家族の計8人の感染が確認された。病院小田原市の小田原市立病院では、2020年4月29日に看護師1人の感染が確認された後、2020年5月31日までに患者、職員の計35人の感染が確認された。 福祉施設小田原市のグループホームでは2020年5月18日までに利用者6人の感染が確認された。病院厚木市の精神科病院総集病院では2020年3月29日に措置入院した患者が2020年3月30日に発熱したことから転院要請をしたが精神疾患と新型コロナウイルスの両方に対応できる。 受け入れ先に難航し、2020年4月21日までに患者7人、看護師1人の計8人の感染が確認された。病院大和市の大和市立病院では、2020年4月16日に医師1人の感染が確認された後、2020年4月27日までに8人の感染が確認された。病院改正町の高台病院では、 2020年5月20日までに、計護人の感染が確認され、クラスターと判断された。ありがとうございます。